モンタナ州1872年に世界初の国立公園に指定されたイエローストーン国立公園はアイダホ州モンタナ州およびワイオミング州にまたがっていますよりカナダ国境に近いところにはグレーシャー国立公園がありますグレーシャーは氷河という意味で氷河が削った険しい山肌と湖が見どころですネブラスカ州州都はリンカーンですが最大の都市はオマハです オマハには世界有数の大富豪ウォーレン・バフェットが住んでいることでも有名ですオマハはミズーリ川の渡し船があったことから西部への玄関口と呼ばれていてユニオンパシフィック鉄道の起点にもなり大陸横断鉄道の連接点にもなりましたネバダ州ソルトレイクシティからカリフォルニアに行く砂漠の途中にオアシスを見つけラスベガスができましたラスベガスがヨーロッパからの移民に見つかったのは意外にもロサンゼルスよりも遅く1820年代後半です ラスベガスはグランドキャニオンやデスバレーを訪れる際の拠点に便利でまたカジノの売り上げがあるおかげでホテルの宿泊費はかなり安くなっていますニューハンプシャー州ニューイングランド地方にある州でメイン州とマサチューセッツ州に挟まれていますあまり日本人には馴染みはない州かもしれませんが日露戦争の講和条約のポーツマス条約は社会の授業で聞き覚えのある方も多いかもしれませんポーツマスは人口2万人強の小さな港町ですニュージャージー州 マンハッタンからハドソン川を渡るとニュージャージー州です。地図的にニューヨーク市の西と南に広がっていて、カジノのあることで有名なアトランティックシティは大西洋に面しています。またアメリカで最も多くのショッピングモールがある州でもあり、ニューヨークやフィラデルフィアから多くの人が訪れます。ニューメキシコ州州都のサンタフェの街並みはプエブロインディアン様式か、スペイン領メキシコ領時代風の建築に統一されています。最大の都市のアルバカーキは実はマイクロソフト創業の地。 これはマイクロソフトが最初に開発したベーシックインタプリタをアルバカーキの3つ社に売りつけたからニューヨーク州ニューヨーヨク州はアメリカの金融と文化の中心地ニューヨーク州はニューヨーク市の北に大きく広がっていてカナダ国境まで続いています有名なナイアガラの滝もニューヨーク州にありますコーネル大学はイサカニューヨーク州立大学は64のキャンパスがあり全米でも最も多くの学生を抱えるアメリカ最大の州立大学システムの1つですノースカロライナ州 ノースが名前についていますがアメリカの中では南部の州で南北戦争でも南軍側でした州都のローリーや最大都市のシャーロットは移住したい街ランキングの上位によく名を連ねていますライト兄弟が最初の友人動力飛行を行った州でもありますノースダコタ州ノースカロライナ州と違いこちらはカナダ国境に面しているアメリカでも最も北にある州の一つです人口は80万人弱で人口密度がアラスカ、ワイオミング、モンタナに次いで4番目に低い州です 一方でで犯罪率はは最も低い部類です2000年以降はシェールオイル開発が大きく経済に貢献していますオハ,イオ,州オハイオ州にはロックンロールの伝道であるロックンロールホールオブフェームがありますこの博物館はロックンロールやその他の音楽ジャンルの歴史を展示しており年間数十万人もの人々が訪れますロックンロールはもともとはネガティブな意味合いでしたがクリーブランドでポジティブな意味合いのロックンロールという言葉が生まれたとのことですオクラホマ州 かつて全米のネイティブアメリカン部族を強制移住させる目的で作られた州ですそのため今でも多くの居留地があります州のモットーは労働はすべてに勝るでニート的価値観の僕には受け入れられませんオレゴン州消費税がない州で州外から買い物に訪れる人も多くいます最大都市のポートランドはアメリカの住みたい町ランキングナンバーワンの常連ですポートランドには全米最大の日本庭園がありますクレーターレイク国立公園はその成り立ちから日本のマシュー湖にいろいろな点でよく似ています 全米で最も多くのクラフト醸造所がある州だと言われていますペンシルベニア州フィラデルフィアはアメリカ独立宣言がなされた町ですワシントン DC が首都になるまでの間フィラデルフィアがアメリカの首都だった時代もありますピッツバーグはアメリカで最も住みやすい町に選ばれたこともありますロードアイランド州アメリカで最も小さな州で日本で言えば神奈川県と同じくらいの面積ですかつてアメリカの大富豪はロードアイランド州に別荘をこぞって建てていました 州の公式飲料はコーヒーシロップとミルクを混ぜたコーヒー牛乳サウスカロライナ州アメリカ最初の13州の中でも最初に独立を宣言した植民地でした南北戦争でもアメリカ合衆国から脱退を決めた最初の州でもありました最大都市のチャールストンはジョージア州のサバンナに並んでハネムーン先として人気の町でヨーロッパ人が入植した頃から豪邸が立ち並んでいて古のロマンチックな町並みで有名ですサウスダコタ州 日本人にはあまり馴染みのない州かもしれませんが4人の大統領の顔のモニュメントで有名な観光地ラシュモアさん国立記念公園を見ればほとんどの人が知っているのではないでしょうか人口密度はノースダコタ州に次いで低く46位ですテネシー州カントリーミュージックの聖地でカントリーミュージックの90%以上はナッシュビルのスタジオで録音されていましたグレースランドにはエルヴィス・プレスリーが住んでいましたメンフィスはキング牧師が銃弾に倒れた町です 黒人音楽が盛んでエルビス・プレスリーも子供の頃から音楽に接して成功への切符をつかみましたテキサス州人口も面積もアメリカで2位の州です最大の都市はヒューストンですが以前は港湾機能はガルベストンにありましたガルベストンはメキシコ湾に面したサスに作られた港町で綿花をヨーロッパに輸出する基地として栄えたのですが1900年のハリケーンで大きな被害を受けより安全なヒューストンが注目されました翌1901年スピンドルトップ油田が発見されたこともあり ガルベストンは復興から取り残されました。ユタ州イリノイ州から宗教的迫害を逃れてきたモルモン教徒が開拓した町ソルトレイクシティが州都および最大都市です第二次世界大戦中に強制移住させられた日系人を戦後積極的に受け入れたことから日系人の比率が高い都市ですモルモン教では一夫多妻制ですがアメリカではこれは違法です永住権を取るときの面接でも一夫多妻制を支持していますかという質問がよくあり支持していませんと答えないと面倒なことになるようです バーモント州アメリカで最も多くのメープルシロップを生産する州ですカレーのルーでバーモントカレーは有名ですがこれはバーモント州のリンゴ酢と蜂蜜を使った民間療法に由来するようですサウンド・オブ・ミュージックのモデルとなった一家がヨーロッパを逃れてたどり着いたのもバーモント州ですバージニア州アメリカ初の英国植民地ができた地域が現在のバージニア州で1607年頃からあります植民地時代には首都が置かれたこともあります イギリスと独立戦争をした13州のうちの1つで、南北戦争では南軍に属して大きな被害を受けました。ワシ,ントン州シアトルにはスターバックスやアマゾンの本拠地があります。マイクロソフトはレドモンドですが、シアトルまで車で20分くらいです。首都のワシントン DC と紛らわしいことでも有名。DC はコロンビア特別区の略ですが、ワシントン州は昔はコロンビア州になる予定がありました。コロンビア川にちなんでコロンビア州と名付けられる予定でしたが、 その名前がコロンビア特別区にあまりにも似ていることに気づきました代わりにジョージ・ワシントン大統領にちなんでワシントン州になりましたワシントン・コロンビア特別区ワシントン DC はアメリカ合衆国の首都ですがどの州にも属していません正式にはコロンビア特別区と呼ばれています大統領皇帝のホワイトハウスは建築当初はアクアマリンカラーの砂岩で白くなかったのですが米英戦争時にイギリス軍に焼き打ちにあい焼け焦げた外壁を白く塗装したという説があります桜の名所としても知られており 毎年春には全米桜まつりが開催されます1912年に日本から贈られた桜の木がポトマック川沿いのタイダルベースン周辺に植えられていますウェストバージニア州以前はバージニア州の一部でしたがアメリカ南北戦争中にバージニア州西側の奴隷制度に反対する層がバージニア州から分離してウェストバージニア州になりましたアニメ「耳をすませば」の主題歌「カントリーロード」の原曲では天国のようなウェストバージニアと歌われていますウィスコンシン州 1800年代前半にドイツ系の移民が多かったことから街並みから食文化までドイツに近いと言われています全米で最も多くの乳製品を生産する州でもありビールも有名です愛称は酪農の国ワイオミング州アメリカで最も人口が少なく60万人を下回っています人口密度が2番目に少ない州ですイエローストーン国立公園が代表的な観光地ですまたカンザスシティ連邦準備銀行が毎年ジャクソンホールで会議を開催しています 1500キロも離れたところで開催する理由は元 FRB 議長であったポール・ボルカーが釣りが好きであったことだそうです以上でアメリカ合衆国の50州の特徴見どころトリビアをご紹介しましたそれぞれの州には独自の魅力があり観光地やアクティビティが盛りだくさん是非これらの情報を参考にアメリカの旅を楽しんでくださいこのチャンネルでは普段はアメリカを旅行した動画をアップロードしていますもしよろしければこのチャンネルの他の動画をご覧になって 興味を持っていただけたらチャンネル登録やいいねをしていただければ幸いです。